待ち合わせの時間が過ぎたのに、光が来ないの。何かあったの？それとも。わからない。こんなこと考えたくないけど、何か怪しいわ。あなたのこともね。どうして私に優しくするの？だけど、いくらあなたが否定しても、あなたの行動が何かに影響を与えていることは間違いないわ。むしろ私には好都合かもしれないけれど。そんな風に優しくしないで。とりあえず、手がかりになりそうなものを探さないとね。一緒に行動しましょう。新館は黄色、赤、青の区域に分かれてるわ。それぞれの区域に入るには、同じ色のカードキーが必要なの。よく覚えておいて。
何？何か見つけたの？ここは空いてるわ。ここでしばらく休んでいきましょう。喉も渇いたし、疲れたわ。私にくれるの？あなたも飲む？やっぱり忘れてたわ。拾ってくれてありがとう。私には大切なものなの。そういえば、名前も聞いてなかったわね。今更だけど、私、篠宮雫よ。
よろしくね。十分休めたわね。そろそろ行きましょう。どうしたの？
何？何か見つけたの？ここは学校の歴史館よ。学校の誇らしい歴史を記念するために作ったというけれど、理事長がここを作ったのは、この学校の悲惨な過去を美化するためじゃないかって思うの。あそこにカードキーが見えるわ。入りましょう。平気よ。その黄色いカードで2階の廊下の扉を開けましょう。新刊のカードキーのことは話したわよね。そのカードがあれば中央ホールの方に行けるわ。そこで他の手がかりを探しましょう。
こっちよ。この扉だわ。あそこに見えるのって鍵じゃない？屋上の鍵みたいだけど、どうしてあんなところにあるの？ここからは二手に分かれて探した方がいいわ。あなたはそのカードで開く部屋から調べてみて。気をつけて。
Thank you.
Oh.
Thank you.
Thank you.
ここは私どうしてここにいるの何よあなた、どうやって私をここに連れ込んだの。ここに隠れてるわ。お願いだからほっといて。